綺麗な広島でサミットを迎えようとクリーンアップ運動が今日から始まり、平和公園周辺などで清掃活動が行われました。参加した広島商工会議所で働くおよそ100人は、原爆ドーム、平和公園、商工会議所周辺でゴミを一つ一つ拾っていました。おもてなしはバッチリ。おもてなしね、本当、ね、これだけ綺麗になると気持ちよく皆さんお迎えできそうです、ね、そういうことだよ ね、 ね、せっかくの機会なんでね。このクリーンアップ運動は県内160の企業や団体、個人などが来月17日まで県内各地で清掃活動を行います。